いらっしゃいませ、スナックダンディセカンドハウスへようこそ、本日もよろしくお願いいたします。オーナー兼バーテンダー兼フロア兼平社員の淳です。よろしくお願いいたします。今日はですね、何を話そうかなと思って考えてたんですけれども、前回カクテル、ウイスキーと続けて語っていったので、もう一つ、こういったお店、夜のお店、バーとかスナックでは、主役級になるお酒を紹介したいと思ってます。で、それが何かというと、スピリッツですね。で、代表的なスピリッツをいくつか挙げて、ちょっとご説明していこうかなと思ってますけれども、皆さんがよくご存知なもの、名前で言うと多分一番有名なのが、ウォッカ、テキーラですね。この2つになります。もちろん他にもいくつかあるんですけども、よく皆さんが耳にするのは、ウォッカ、テキーラですね。テキーラは、どちらかというと、ちょっとこう夜みんなが若い方が集まって、ちょっとこうゲームをして、なんか負けたら罰ゲームみたいな形で、ショットで、ショットというのがショットグラスでパッと飲むようなもの、飲み方をする方が多いわけではないんですけども、結構目にすることが多いんじゃないかなと思うんですけど、そのテキーラですね。で、プラスウォッカっていうのは、結構名前を聞いてますよっていう方多いと思いますね。やっぱりこう、ロシアの方の、度数の高いお酒っていうイメージで、知ってらっしゃる方が多いんじゃないかと思いますけども、それにプラスして、あと、ジン、ラムっていうのを、この4つが、大体スピリッツっていう中で、こういったお店でよく飲まれているものになる。なると思います。で、よく、今ちょっとテキーラの際に話しましたけども、罰ゲームで飲むことが多いお酒のイメージが多いんですが、最近結構このスピリッツが人気があってですね、よく CM とかでも特にジンが日本のジンっていうので、結構人気を博してますけども、ロックで飲んでもソーダみたいにこう味のない炭酸水で割っても結構美味しいんですよね。で、プラス皆さんがよく飲まれている、前々回ぐらいに語ったその、話させてもらったカクテルの中でも代表的なカクテルってジントニックっていうものがあると思いますけども、このジントニックももう御礼のごとく、ジンにトニックウォーターを入れて作るカクテルなんですけども、そういった代表的なカクテルの材料になることも多いんですね。どこのお店に行っても必ずこの4つのボトルは、いろいろ種類があるんですけども、必ず置いていると思います。で、ぜひぜひ、このお酒も、罰ゲームではなく美味しくカクテルだったりロックで飲んでもらいたいと思うんですけれども、個人的には何度も話してますけど、カクテルで、度数をちょっと下げて飲まれることをお勧めしたいと思います。で、じゃあどういった、ジンだったりウォッカだったり、ラムだったりテキーラでどういった飲み方をするのか、もしくはどういったカクテルを飲むのが、美味しいんかなっていうふうに思われると思うので、それを一個ずつ、今日は簡単に説明していこうかなと思います。次回はちょっとその作ったお酒なんかも、挙げていければなと思いますけども、今日はちょっと口頭だけで説明していきたいと思います。まず、ジンですけれども、これはもう皆さんご存知の通りジントニックですね。ちょっとよく聞くんで簡単そうなカクテルと思われるかもしれませんけど、実際そんなに難しいカクテルではないんですけども、どうしてもフレッシュのライムを使うので、なかなか家でライムを常備してますという方少ないと思うので、そこがちょっとハードルかもしれませんけど、ライムは、スーパーとかでも結構最近売ってるので、手に入りやすいと思うので、できることならぜひぜひ、フレッシュのライムを買って作ってもらいたいと思いますけども、ジンを40ミリから45ミリぐらい、ここはお好みでいいと思います。入れていただいて、でそこにライムを、僕の場合は4分の1個ですね、4分の1個絞って、でその絞った後のライムをそのまま落として、でそこに氷を入れて、当然ですけど最後にトニックで、満たすと。でステアで軽く混ぜてもらえれば、アステアというかそのマドラーですね、バースプーンマドラーでくるっと混ぜてもらえればいいかなと思います。ジントニックはその他にもいろんな、ちょっとしたこうなんとかね、こう応用というか、いろんなバージョンで作っても、
どれを作っても美味しく作れるので、ぜひぜひ自分好みの、ジントニックを探してもらえればいいんじゃないかなと思います。でお店に行った際にも、お店お店でやっぱりジントニックって味が必ずと言ってほど変わってくるので、自分の好みの合う、ジントニックを出してくれるお店を見つけるっていうものも、ひょっとすると初めて、スナックというよりはバーですね、バーの楽しみ方としてはまず最初に楽しめる、自分好みのカクテル、ジントニックを出してくれる店を探すっていうのが、醍醐味になるんじゃないかなと思います。で、次はウォッカですけれども、ウォッカはそうですね、やはり、いくつか代表的なカクテル、簡単なというとちょっと語弊がありますけど、結構簡単に作れる、ものはありますけども、そうですね、ソルティドッグと言いたいところではあるんですけども、スクリュードライバーですかね、一番簡単なものは、簡単に言うと、ウォッカのオレンジジュース割りですね。で、ウォッカを40からやっぱり45ミリぐらい入れていただいて、で、そこにオレンジジュースでフルアップと浴び出していただくっていうことですね。これはあと混ぜるだけ。その昔はね、このまま混ぜる際に、そういったドライ、なんですかね、ネジ、スクリュードライバーで回したので、スクリュードライバーというふうに言われてますね。これは本当にもう、オレンジジュースが結構強いので、ウォッカの味はそこまでしなくて、もっとオレンジジュースを飲んでいる感覚で飲めるので、酔っちゃう。別名でディーキラカクテルなんていうことも、言う人もいますけども、なので飲みやすいとは言っても、やっぱりアルコールはしっかりと入っているので、ぜひぜひ、あまり調子に乗らずに飲んでもらえればいいんじゃないかなと思います。そして、次にラムですね。ラムは代表的なカクテル、簡単に作れるものといったら、クバリブレですかね。これちょっと名前は微妙に違ったりもしますけども、クバリブレもしくはキューバリバーっていう名前になりますね。これは、ライムを、さっきのジントニックの時にも登場しましたけど、ライムをやっぱり4分の1個グッと絞って、そこに、ラムを40ミリから45ミリぐらい入れていただいて、であとはコーラで満たすと。コーラの種類は特に気をつける必要はないと思います。自分の家にあるコーラでいいと思いますけども、コーラを注いでいただいて、あとはバースプーン、マドラーでくるくるっと回してもらえれば完成です。コーラの味がやっぱり強いので、ラムのアルコール感は残りつつも、ラムの香りっていうのはそこまで強く残らないので、こういったカクテル、お酒が苦手な方でも、入りやすいお酒になるんじゃないかなとは思いますけども、さっきの、スクリュードライバーの時も言いましたけど、やっぱりお酒を入っているのでちゃんと、あまり乗りすぎると結構痛い目見ると思いますね。で、次に、最後、テキーラですけど、こちらもなるべく他のか、スピリッツで紹介した材料を使いたいので、これはそうですね、テキーラサンライズですかね。でテキーラサンライズはちょっとだけ難しいんですけれども、作り方は多分そんなに変わることはないと思うんですけど、たまにこういった作り方じゃないですっていう人もいると思うんですけども、僕は基本的に、まずオレンジジュース、テキーラを、グラスに入れて、でオレンジジュースを入れると。でその後で、くるくるくるっとやっぱり案の定、混ざるんですけども、最後にグレナデンシロップを2スプーン、要は 10ミリぐらいですかね、そっと注ぐとグレナデンシロップが沈むんですね。なんで沈むかっていうと、グレナデンシロップの方がちょっとこう、難しいところなんですけど、その液体自体の重さがあるので、沈んでいくんですね。するとその沈んで下に溜まったところが、夕日に見えるのでテキーラサンライズと言うんですけども、たまにもう混ぜて出てくることも、あるみたいなので、それは別にそれで悪いわけじゃないんでしょうけど、やっぱり名前がテキーラサンライズなんでね、僕はグレナデンシロップをちょっと沈めるような形で、目でも見て楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。こちらはやっぱりオレンジジュースが入っているので本当に飲みやすいです。プラス、実際ちょっと混ぜるというか飲みながらでも構わないんですけど、グレナデンシロップの味も感じてくるので、
まあ、他のお酒に比べてもちょっと甘みが強くて美味しいカクテルになると思います。本当にいろんなカクテル、まあ、前回前々回リキュールとかも紹介しましたけど、このジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、このスピリッツっていうお酒を使って作るカクテルがもう本当に無限にと言っていいぐらいに多数ありますので、やっぱこの4つのお酒を楽しめると、まあ、これまで以上にこうやって夜のお店のお酒を楽しむことができると思いますので、皆さんぜひ、夜のお店でお酒を飲む際には楽しんでもらえればいいんじゃないかなと、もしくは飲んだことがない方は挑戦してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、ぜひぜひ今週、まあ、ちょっとね最近コロナが、またバーッと上がってきてなかなか外出しにくいとは思いますけれども、まあおそらくほとんどのお店、夜のお店はそういった対策もちゃんと取ってくれていると思いますので、もちろん自分自身も、最新の注意を払いながら夜のお店にちょこっと出かけて、まあ、1年間、少しアルコールを楽しんで楽しい週末を過ごしてもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは本日はこの辺りで、終わりたいと思います。それでは、こちらを見て今から出かける方は行ってらっしゃいませ。帰って見てくれた方は、おやすみなさいませ。ありがとうございました。